そうそうそう。で、こないだ紹介したじゃん、アーミレットのオズからの誕生日プレゼント、ナーフのフォートナイトサブマシンガン。そうそう、サブマシンガンといえば、今日フォートナイトみんなでさ、株式会社ガードスタッフの中野のフォートナイト部でもう朝からやってたんだけど、サブマシンガンを使ってたね。だ、最後のもう相手と1対1になった時に俺サブマシンガン使ったらなんかバグったみたいで、頭からサブマシンガンをあらぬ方向に連射してるっていう。実際ちゃんとやってんだけど、なんかバグで画面がそういう風になってて、それでビクロイするっていうね。もうね、チーター超えた魔改造だよね。なんだっけな、監督がね、ヘッドマシンガンって言ってた。まあ、その動画はさっき上げてあるから、見といて。で、このね、写真のわかる、このオズからのナーフだけじゃない誕生日プレゼント、ドン、ほら、この中指にしてるリング、これフォートナイトでビクロイした時にもらえる、あのビクロイのクラウン、あれをオズがリングにしてプレゼントしてくれたね。かわいいでしょ。かわいいし綺麗なんだよ。あれだよね、このシーズンもあのビクロイエモートだっけ、ビクロイクラウンを持った状態でさらにビクロイを重ねて数字をこう上げていくっていうのをね、あのこの間、前回は136だっけ言ってるから、まあ今シーズンは200目標でいきたいよね。でさらにオズからまだプレゼントあるんだけど、これまたじゃあ次回。